はい、精神障害者 YouTuber の竹内です。今日も見ていただきありがとうございます。今日はですね、我々が住んでいる太陽系のですね、太陽系の構造についてね、お話したいと思いますね。まず中央にはですね、太陽の太陽系の 99.8% の質量を占めている太陽がありますよね。太陽みたいな構成というのは、水素が核融合することによって、水素が核融合してヘリウムに変わることによって、そのエネルギーでですね、輝いているというわけですね。そしてすぐ外側にまず水星がありますね。水星という惑星がありますけど、水星というのはですね、太陽系の惑星の中で一番なんて言うんですかね、小さくてですね、一番地味な惑星ですね。空気も全くないですね。次に金星がありますね。金星は実はですね、二酸化炭素が飛び抜けて多くて、二酸化炭素の温暖化効果によってですね、平均気温が470度という、ものすごい高温の世界ですので、超高温の世界ですので、生物とかあったとも住めないということですよね。そして金星には、マークさんという火山もありますし、硫酸の雨がですね、降ってくるわけなんですね、金星というのは。そしてですね、普通のですね、惑星はですね、反時計回りに自転してますが、金星というのは時計回りに自転しているということですね。これは何らかの天体が金星に、大きな天体が金星に当たったので、他の惑星とは反対に時計回りに回っているんじゃないかという説がありますね。そして次にですね、我々地球があって、365日で太陽の周りを一周しますね。まあ、我々地球に関しては太陽系で唯一ですね、生物の存在、そして我々人間のような知的 生命体がいる存在としてね、唯一今見つかっている、生物が見つかっている惑星ですよね。そして次に地球の外には火星があります。火星というのはですね、非常にですね、マーズパスフェンダーとかですね、バイキング計画とかですね、いろいろキュリオシティとか、もうたくさんね、火星観測ができてますので、火星にはですね、オリンポス山と言いまして、旧火山なんですけど、高さが2万7000キロメートルですね。エベレストの3番もある超巨大な山があるということで、旧火山があるということですよね。それとマリネリス渓谷というですね、もうすごい渓谷ですよね。グランドキャニオンも真っ青の、そういったですね、渓谷があるということですね。そして火星にはファボスとダイムスというですね、小さな16キロと26キロのですね、ごく小さな衛星がありますね。そしてですね、その外にはですね、小惑星帯といいましてですね、たくさんの大小、たくさんの小天体が回っているわけなんですよね。その中でですね、一番大きな小天体はケレスでですね、ケレスでも直径が950キロということですね。あと次に500キロぐらい の大きさのベスターという、小天体もありますね。それとJAXA が飛ばした、JAXA が飛ばした探査機で、リュウグウとね、糸川というと、いびつな天体ですね、いびつな形の天体に行きましたね、小天体に。そしてその外にですね、太陽系最大の惑星である木星がありますね。木星というのは地球の11倍の大きさがありまして、特に木星というのは南極と大陸にですね、大変大きな台風というか、常時ですね、台風がありまして、そして一番有名なのは大赤斑ですよね。もう300年前から大赤斑というのは観測されていて、やや小さくなっているのですが、今もですね、地球の2倍ぐらいの大きさがあるということですね。そしてですね、木星には79個の惑星が、衛星がありまして、特にガリレオの4大衛星ですね、イオ、エウロパ、カリスト、ガニメデというのが有名でして、特にエウロパはですね、氷の下にですね、海があるんではないかということで、ひょっとしたら微生物がいるんじゃないかという説もありますよね。で、イオは活火山の天体であって、ガニメデは太陽系最大の衛星です。